昭和と現代の融合。ボン MV で見せた驚異のファッションスタイル。アミリの驚愕価格。昭和のエレガンスが蘇る。平野岩神宮寺が見せる究極のファッション革命。私が見たボンのミュージックビデオには、平野翔ガ岩優太、そして神宮寺優太の3人が出演しており、その洗練されたスタイルと昭和風の魅力が心に深く響きました。 彼らが着用していた衣装は、現代的なファッションとクラシックなエレガンスが見事に融合しており、そのスタイルは私に新たな愛着を抱かせました。昭和スタイルは、日本の歴史と文化に根ざした魅力を持ちながらも、現代の感性と合致する洗練されたデザインを持ち、まさに時代を超えた美しさを感じさせます。まず、平野翔が着用していたのは、アミリのウールセーターで、 波模様の刺繍が施されたポロシャツです。このシャツは価格が約29万円もする高級品で、その細部にわたるデザインと質感が際立っています。雲のように柔らかいメリノウールで作られたこのポロシャツは、ボタンで留めるクラシックなスタイルで、若い教師のような知的で洗練された印象を与えます。平野がこのシャツを着て、髪をオールバックにし、メガネをかけた姿は、 まるで映画のワンシーンのように完璧でした。シンプルながらも視覚的に魅力的な波模様は彼の静かな自信とエレガンスを引き立てていました。次に、神宮寺勇太が着ていたのは同じくアミリのシルクツイルシャツで価格は約9万3000円です。このシャツには天使のグラフィックがプリントされており、軽やかな雰囲気を醸し出しています。 オープンカラーとボタン止めのデザインは、リラックスしたカジュアルさとエレガンスを兼ね備えており、彼の青年らしい魅力を強調していました。前面と背面に施されたロゴグラフィックは、彼のスタイルに独特なアクセントを加え、彼の個性を際立たせています。最後に、岸優ユタが着用していたのは、アミリのパームツリー柄のボーリングシャツで、価格は約12万円です。 このシャツはイタリア製のシルク素材で作られており、淡いベージュと多色使いのパームツリープリントが特徴です。ジオメトリックなプリントとノッチドラペルのデザインが彼の落ち着いた中にも個性を感じさせるスタイルを演出しています。このシャツの直線的な裾と短い袖はシンプルでありながらも洗練された印象を与え、騎士のナチュラルな魅力を引き立てていました。これらの衣装はただのファッションアイテムではなく、 それぞれの個性を最大限に引き出すために選ばれた特別なものでした。平野、神宮寺、騎士の3人は、それぞれのキャラクターと魅力を衣装によってさらに際立たせ、視聴者に強い印象を残しました。昭和スタイルの中に現代的な要素を巧みに取り入れたこれらの衣装は、単なる解雇趣味ではなく、時代を超えたエレガンスとモダンさを融合させた新しいスタイルの提案でした。昭和スタイルは、 日本の高度経済成長期に培われた豊かな文化と独自の美意識を反映しています。この時代のファッションは実用性と美しさを兼ね備えたデザインが特徴であり、現在でも多くの人々に愛されています。平野たちが着ていた衣装は、まさにこの時代のエッセンスを現代に蘇らせたものであり、その魅力を再発見させてくれました。また、このスタイルが持つ意味についても考えさせられます。 現代のファッションシーンでは過去のスタイルを再解釈し新しい価値を見出す動きが盛んです。昭和スタイルはその豊かな歴史的背景と美的価値を再評価し現代のトレンドと結びつけることで新たな魅力を創出しています。平野たちの姿を見て私はファッションが単なる衣装ではなく自己表現の一部であり過去と現在をつなぐ架け橋であることを改めて感じました。そして 彼らが着用していたアミリのシャツには、それぞれの背景にあるストーリーが感じられます。例えば、平野のウールポロシャツは、その柔らかさと暖かさが、彼の優しさと温かい人柄を象徴しているように思えます。また、神宮寺のシルクシャツに描かれた天使のグラフィックは、彼の純粋で無邪気な魅力を引き立てています。さらに、騎士のパームツリー柄のシャツは、その自由で開放的なデザインが、 彼の自然体でリラックスした性格を表現しています。これらの要素が組み合わさることで、彼らの個性と魅力が一層際立ち、視聴者に深い印象を与えました。ファッションは単なる見た目の美しさだけでなく、その人の内面や個性を反映する重要な要素であることを改めて実感しました。さらに、昭和スタイルの復興は単なる回顧趣味にとどまらず、 現代の新しい価値観を取り入れた進化したスタイルとして注目されています。このスタイルは過去の美的価値を尊重しつつ、現代のトレンドやテクノロジーを取り入れることで新しい魅力を生み出しています。平野たちの衣装はまさにその象徴であり、昭和スタイルの持つ普遍的な美しさと現代的な洗練さを見事に融合させています。私たちが昭和スタイルに魅了される理由は、 そのデザインが持つ温かさと人間味、そして時代を超えたエレガンスにあります。平野、神宮寺、騎士の3人がボンの MV で見せたスタイルは、その魅力を最大限に引き出し、新たな視点で再解釈されたものでした。このスタイルが持つ力強さと美しさは、現代のファッションシーンにおいても重要な位置を占めており、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。 ボンの MV を通じて、私は昭和スタイルの魅力と、その現代的な再解釈の素晴らしさを再確認しました。平野翔岩優太神宮寺ン太の3人が見せたスタイルは、単なるファッションの一部ではなく、彼らの個性と魅力を引き出す重要な要素であり、視聴者に強い印象を与えました。このようなスタイルが持つ力は、時代を超えて人々の心に深く響き続けることでしょう。 昭和スタイルの魅力を現代に伝えることで、新たなファッションの可能性が広がり、より豊かな文化的価値を生み出していくことが期待されます。昭和スタイルが持つ魅力の根源には、その時代特有の文化的背景と美意識があります。日本の高度経済成長期に培われたファッションは、実用性と美しさのバランスを追求し、多くの人々に支持されました。この時代のデザインは、 シンプルでありながらも洗練されており、その魅力は現代においても色あせることはありません。ボンの MV で見られるように、昭和スタイルを現代的に再解釈することで、過去の美しさを尊重しつつ新しい価値を創出することができます。平野翔、元優太、神宮寺優太の3人が見せたスタイルは、昭和のエレガンスを現代の視点で再構築したものでした。例えば、平野のウールポロシャツは、 クラシックなデザインに現代的な素材と装飾が加わり、彼の魅力を一層引き立てています。このようなデザインの再解釈は、ファッションにおける過去と現在の融合の重要性を示しています。神宮寺のシルクシャツに描かれた天使のグラフィックも同様に、伝統的なモチーフを現代風にアレンジすることで、新しい魅力を生み出しています。騎士のパームツリー柄のシャツは、 昭和スタイルの自由で開放的な精神を体現しています。シルク素材と鮮やかなプリントはリラックスした雰囲気を醸し出しつつ洗練された印象を与えます。このようなデザインは現代のライフスタイルにもマッチし多くの人々に支持される理由となっています。彼らが着用していた衣装はそれぞれの個性を最大限に引き出すためにデザインされており、その結果視聴者に強いインパクトを与えました。 昭和スタイルの復興は単なる回顧趣味ではなく新しい視点で過去の美意識を再評価する動きです。現代のファッションシーンでは過去のデザインやスタイルを再解釈し新しい価値を見出すことが重要視されています。このような動きはファッションが持つ文化的価値を再認識しそれを現代のトレンドに反映させることで新たな魅力を創出することを目指しています。平野たちが着ていた衣装は その一例として、過去のスタイルを現代的に再解釈することで生まれる新しい魅力を示しています。